室瀬先生、はい、大蒔絵展で展示される国宝梅蒔絵手箱の見どころを教えてください。梅蒔絵手箱というのは鎌倉時代で、実は一つの作品の中に研ぎ出し蒔絵、そして平蒔絵、高蒔絵が全部技術的に入った最も古い資料なんですね。そういう意味ではとても見どころがあります。で、特に見ていただきたいのは伊掛地という全面金で表現された箱なんですね。でもこれはやはり金地なんですけども、江戸時代の金地とは全然雰囲気が違って、やはり金の粒子がいろいろ混ざってる、そういう蒔絵の肌を仕立てているので、奥行き感のある厚みのある感じの、金地が仕立て上げてありますから、そういうところをぜひ見てください。ありがとうございました。